から高校生に対しては俺はちょっとこう結果も俺は求めながら、その高校に対して求めながらこう指導はしてるかな。だからやっぱ段階を踏むっていうのかな、自分の指導に対して、自分の指導の中では、まあ、そうしないと高校なんかは、なんかあんまりやってる価値がないって言ったらおかしいんだけど、ちょっと語弊があるかもしれない。自分の中で刺激がない、こういうサッカーをしながら結果を出す。そうですね、やっぱ結果ってなるんですよ、自分の中で持たないとやっぱ何じゃないの、刺激ないじゃん。だって絶対シーズン入ったら今年は何ゴールとかって、ない、あります、あるでしょ。でそれにこうね、近づくとか、お客さん試合とか、そう、だからその自分でやっぱりこうそういう風に求めるっていうか、求めていける考えれるっていうか、いう風にやっぱ子供たちをどうやったらこう向かしてあげれるっていうか、そこが俺一番あれじゃない。だからスクールやってても、もう本当勝手に水飲みに出てるし。そうなんですよね。そうですよね。これがないやつでもやんないやつもいますから、ね。いる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 。本当そこを言わないのもすごいなって。でそれをちゃんと見てて。そうそうそう。じゃあこの子はどうするか。うちはね、ちょっとやってみるみたいなことを言ったりさ。いつ。いやそれはね、そう、俺がサッカーやるきっかけが、小学校の先生。その時の小学校は東海大会優勝したり。ちょっと強かったのよ、はい、そうで中学校も強くて、はい、その時の監督さんが、まあ、俺ちょっと足早くて、まあ、運動会も出して、同級生のお兄ちゃんが4年生で、俺は3年生、あの4年生からその学校は小学校の部活ができた、はい、お兄ちゃんいるから見に行こうで誘われて行ったわけ、そしたらその時にその監督さんが俺のことを覚えてた、運動会で、おう、あのクラス対抗リレーで俺がアンカーでバトンもらった時に俺のクラスは一番ビリだった、ゴールしたら一番だった。そりゃ衝撃です。それをそうそう、それは覚えてて、ね、覚えててくれて、でその監督さんが、おう、お前運動会の時の一番だったやつだって言って、ああとか言って偉そうにさ、お前サッカーやでって言われたら、いいよって、そしたらその監督は、だけどね、やりたいとき多いんですよ。要は俺だからそれでハマったのよ、やりたいときに行くわけで、やりたくないときは遊びに行くわけで、あ、なるほど、友達と遊びに行って、うん、だけどやりたいとき行ったらこうこういうみたいな、でそれがだんだんとやりたいが多くなる。そこに、そう、俺のまたその原点っていうか、そのなんていうのかな、指導っていうか、まあ伝えるっていう、そう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 、その本人がやる気になれば何でもできるみたいな、そう、経験としてやっぱ、うん、あるね、やっぱ、いや、そこがこう難しいなっていう。そう、自分はそうやってハマったんだけど、だからこうそういう子はいるのね、やっぱあのクラブでやってても起きたりとか、でやっぱそうするとやっぱやっていくもいるし、上手くなったらどっか行っちゃいそうですね。せっかく上手くなっちゃったらどっか行っちゃう。そうそうそう、だからさ、だんだんこう全然自信がなかったやつが上手くなっていくと、あ、ジェイコみたいな。でもなんかそれはね、まあまあまあいいよって、頑張れって、もうそれはなんか残ってくれることが、俺はもうそれはさ、一生懸命そうやって時間かけるわけじゃん。それは思いはちょっと違いますよね。だから、うん、そのなんかちょっとね、ごめんな、俺の話ばっかり。いやいやいや、ちょっとこう、あの悪いな。その思いがあってさ、はい、やっぱ日本のこのサッカーのシステムっていうか、もうちょっとなんかならんかなみたいな。そう、具体的に言うと、やっぱいい選手をこう持ってたチームから、うん、もう簡単に J は引き抜けるわけ。ああ、そうですね、そうですね。本当に俺なんていうの、俺はね。うん、もちろん J っていうのは日本のトップクラスっていうかリーグであって、やっぱりこう素晴らしいと思うし、そこに集まってくる選手たちも素晴らしいと思うんだけど、まだ俺本当のプロフェッショナルじゃないと思う。うん、でやっぱり確かあれだろう、中学生になっても3年でもうあれじゃない？ユースの時にはもうまた古いかけられるでしょ？だけど基本的にはそんな合わないんやろ。そうですね。で、あとまた放ってくる。俺、やっぱそういうのまで楽してないかみたいな。
だから結局じゃあそこでなんていうの、他から取ってきたあの選手がいい選手より他でやっぱり時間をかけたいい指導者がいるってわけじゃん。そうですね。でしょ、うん、で例えばプロを出してもそんなに育ったチームには海外と違ってそんなにないわけよ。そうですね。まあお金、日本はお金じゃないって言うんだけど、うん、世界に入ってこないんですよね。そうなの。一応システムとしてはあるんだよ。あるんだけど本当にビビたる。そうなの。だけど海外っていうのは本当にすごいじゃん、うん、でやっぱりクラブってそしたら何を考えるか、いい選手を入れようみたいな。そうですね、そうですね。アルゼンチンにしてもでしょ。まあ今アストン・マルドナ。おお、いいね。俺の時代。あ、また待つよ。時代だね。時代だっていう。そう。でもなんかアルゼンチンなんか特にその小さいクラブのやっていけるのはそこの移籍金、その育成でかけたあの入ってくるんですよね。俺だからアルヘンティノスですけど、そう、ポカとかでさ、ユーロとかアルゼンチンだったらアルヘンティノス。だからそこに育成に集中できるっていう。でしょ、うん、それでクラブがこう潤うというか、うん、そのなんか運営できるみたいな。また選手もそこのクラブで育ったっていうそのバックグラウンドすごく大事で、そうそこを背負って出てきたんだっていうのは、まあ、昔のそのまあ高校サッカー、今ちょっと高校サッカークラブ化しちゃってるんだけど、高校サッカーってこう自分の町の、うん、背負って出てきた、あるどこどこさんちの誰々みたいな、でその町とか県を背負って出てくるっていうのはあって、そういうやつってやっぱり強い。でバケモンみたいなのはやっぱり高校サッカーから出てくるなって、そう、ね、そういうところかな。あるよね、うん、なるほど。お酒飲みながら話してるみたいな感じなんですけど、一ついい、そこでいい、はい、ですいいです。ちょっとね、そうそう、これなんか気になってたんですけど、これちょっと第1回目の時はちょっと紹介できなかった、うん、俺のその、まあ、これはこのビールなんだけど、あの石川県の加賀エールっていう、これビールで、ビール地ビールで、地ビール、うん、で、あのちょっとね、なんて飲み口がこうまろやかというか、うん、ちょっとフルーティーな、だから女性に人気が出るかもしれない、うん、もう俺あんまりちょっとそのビール派じゃないんだけどそう、これはちょっと、うん、飲めたの。で、自分のこう友人がクラブやってた。そう。そこからこう出して、加賀エールというビールなんで、ちょっと気になった方は、ちょっとググってもらって、はい、調べてもらって、わかりました。ちょっと一回飲んでもらって、はい、飲めるかどうじゃない。この後ゆっくり。お願いします。ありがとう、ありがとう。ありがとうございます。うん、すごいありがたい。で、何の話だっけ。そうです、そうです。話がいろいろ。飛んじゃったな。飛んじゃったんですけど、何の話でしたっけ。何の話。育成金。そう。それ、アルヘンティノスから。そう。海外は、やっぱりその育成金で、やっぱり潤うチームがあるし、うん、で、結局、日本だと強いチームなの、強いチームに子は集まる。俺だけどね、強いチームって、その割合的には強いチームに行った子の方がプロになりやすいと思うけど、俺ら弱いけど、出してる。いや、そうなんですよね。だから僕もその経験としていろいろ選手見てくると、強豪だからこそっていうのはなくて、そうだよな。なんかさっき今おっしゃってた背負うものとかももちろんそうだし、まあ、僕はそのまあベルディでそのまあエリートっていうところでジュニアユースでやってたけど、やっぱりその天才早熟で途中でやっぱドロップアウトしちゃったりとか、やる気なくなっちゃう、こう軸がなかったりとかで、上手いんだけどねって終わっちゃう選手がいるね。やっぱりJ クラブでは多いのかなとは思いますね。それこそロボットというか、言われることはすごい高いスキルで戦術とか分かるんだけど、実際の現場でじゃあそれこそ結果を出すとか、そのプロの世界でどうかっていうと、またそれは違うんじゃないかな。そう、自分よりも活躍してたね、同じ年代の選手がいても今はサッカー界からね、離れてるとか、うん、そう考えると自分なんかすごく、うん、あの幸せかなって思うし、でやっぱそういうところでその日本のこうシステム、本当になんか勝てないけどいい指導者って俺いっぱいいると思う。でそういう人たちにはスポット当たる、勝つ指導者にはすごくいく。おい、それどうなんだろうなと思いながら、だから海外ってその下の子供たちの結果とか、あのすっげえ日本ってもう取り上げるじゃん、どこどこチームが。ね、海外ってどう、その辺の評価ってどうなの。まあタイで行くともう結構やっぱそっちよりです。
台湾も商業主義で、あもう若い時にちょっと名前が出てたそこにスポットを持って、早く契約しちゃって。あ、契約やろ、そのやっぱ大々的に報じるの報じる。あ、そう。有名な子は。何年契約で。ブラジル、パラグアイだ。不正なところはあんま見てないけど、あ、そうか。だから僕が行ったそのリンスっていう町のところは、16歳の子がユースからトップで嬉しいんだけど、外に出さないって言ってましたね。ああ、なるほどな。ある程度のところまで時間をかけて。まあ、選手も、やっぱりその歴史があるのか、やっぱそこはしっかりなんか落ち着いてる。だからね、俺、別に飲むことが悪いことじゃないんだけど、勘違いも入りやすいような気持ちだ。そこの部分が、まだ日本っていうのは、そのプロフェッショナルの部分がないから、なんかそういうふうになんかこう、本当今なんか情報をね、すぐ入る。そういうものに頼りすぎちゃって感じがしよう部分が出てくるんじゃないのかな、そうですね、気はしちゃうんだよね。だから俺そういう選手がいたら本当鼻へし折っちゃう、うん、その親の鼻もへし折っちゃう、やっぱそれはなぜかって感じがしちゃう、終わるから、やっぱりなんかこう夢を見ないとかそういうことじゃなくて、じゃないじゃない、そうじゃなくてちゃんとこう本当にもっと長くやりたいんだって、うん、俺らも早く終わってるから、うん、やっぱそうじゃん、やっぱ勝負なんかもここまでやっぱり長く選手としてやってきてるっていうのはやっぱり勘違いしちゃいけねえとか、うん、いくらお金もらっても来年はって、うん、そうそうそうでしょ、 その一喜一憂しないじゃん、 そこの部分がやっぱちゃんと持てるかどうかがやっぱ大事じゃん、だから自分が見た高校が選手権に出ると別に俺そこで一喜一憂しながら次また下から、うん、無名からやろうみたいな、めんどくさい、普通だったら多分そこでそのまま痛いです、そこのポジションに、そうそう、いれば楽じゃん、で俺嫌なのそうすると要はなんていうの、あれあそこの高校ね俺が行きました、でまあそのもちろん監督たち他のスタッフもいるんだよ、だけど自分がこう入っていってちょっとこうやって良くなってきて、また次行った時にこれまた俺仕事になってくる、うん、でも本当に行く時だけでヒロさんは強くなるっていうところで、まあ強くなるとか上手いとか、うん、そうですね、だからそうそう、あのお前西田純次って覚えてる、昔ベルディだよ、今 フロンターレからマネージャーで、ちょうど与那国その、まあ、総監督の監督の中に、はい、たまたまその岩尾さんの監督が見に来て、まあ、静学見に来たと思うんだよね、うん、あの優勝したら、はいはい、で俺ら決勝でやったじゃない、あ電話来てたから電話したら、いや今日実は見に来ましたみたいな、マジでって、いや無様な試合やっちゃったなみたいな、はい、いやだけどすごいですなんてこう話をして、そしたらそこに西田がいて、あの御殿場で要はあの JFA アカデミーとプリンスやったの、はい、ね、去年がね一生一分けなんだよ、アカデミー、うーん、要はもうこんなちんちこちんなサッカーでこうアカデミーの子がこうそういう一対一についていけないみたいなそういうのでこうでそれをなんか西田が見てて、なんでこの富士一流について始めたのって、そしたらちょっと俺がいる、あヒロさんいるんだろうって、いいチームなんだ、いいチームだと思いましたみたいな、超嬉しかったですねそうか、そうか勝ったからとかじゃなくて、じゃなくて、いいチーム、いいチーム、うん、俺それはね、嬉しいですね、俺すげえ嬉しい言葉だな、うん、でそこに要はなんていうのかな、こう上手いだけじゃなくて、うん、やっぱり結果が結びついてきたら最高だな、うんうん、でも本当に決勝まであのサッカーオフで、その私立じゃない方法で好きな選手取れないの、そうです、そこで決勝まで行くっていうのそうだね、やっぱ4年、5年やっぱ監督はじめ、うん、スタッフの人たちが本当辛抱して、うん、もう俺はやってくれたなっていう、そのやっぱ自分が、まあ、週1回行ってるんだけど、うん、そういうものをこうなんか大事、うん、でもちろんその俺が言ってることだけじゃなくてやっぱり学校生活もあるので、やっぱそういうものの中でやっぱり監督はじめの人たちがやっぱりそれに近い、本当にだからその行く高校の指導者に俺はなんかこういうのもあるけど、楽しいのよその指導者たちが楽しいのよ、大体指導者が楽しそうなクラブっていいさとしますか、楽しいのよ、だ清和学園の時もそうだね、清和はもう女子の時だ、もうだから何年前、23、4年前かな、ああそれぐらいからその女子校の時からの出会い、その女子校の時の出会いから、
そうなんそうなんそう。まずいです。だから、あ、だから20、そうか、21か。21年か。女子校の時から言うと。で、初めてその女子、清和学園が、常盤学園に負けたと。その当時俺がクビになった時に、米沢によく参加して、米沢ってなんかベルディの人とね、付き合いがあったの。でそういう関係でサッカー教室をよく行かせてもらう。そこの世話になった人の娘さんが清和学園の3年生で、たまたま俺はそのクラブに立ち上がって、ちょっと行ってくれねえか、女子なんて。あ、いいですよ。で、仙台に行った。で、アップやったら、まあ、向こうの指導者が、今のその男子の監督。なんだこれ。で、試合始まったら、まあ、そのなんていうの、ないわけよ、セオリーが。そうですね。いや、ないです。うん。もちろん、なんていうの、その、ちょっとしたワンツーとかで、そのセオリーが、まあ、ドリブルでいくわけじゃん。なんだこれはって。いや、最初、衝撃です。そう、衝撃だったわけよ。で、その、自分たちの世話学園っていう部分の中で、ちょっとこういうものを入れたら、面白いんじゃねえかっていう、そのコーチが、こう、で、まあ、監督さんとか、いろいろ話を。で、そこから行くようになって、もう、リフティングからドリブルからやり始めた。で、その日、その年の夏、優勝者。はい、忘れましたね。相当大きかったね。でも、やっぱ、メニーナから来てる子もいた。ああ、なるほど。で、やっぱり、徳島の方で、ちっちゃいんだけど、やっぱ、うまいやつがいたの。ちょうど、すぐに重なって。そうそうそう。で、やっぱり、こう、ちょっと、パスが多かった、うん、悪いことじゃない、うん、だけどやっぱそういう好きな子が、うん、そういうことが好きな子ができる子がいたから、うん、ちょっとやっぱりそういうものをこう出した、うん、だからやっぱりその清和学園の国先生のサッカーに関してもやっぱ学ぶものがあったし、やっぱそういうものの中でやっぱりパスっていうのはゲーム継続になっちゃうから、そこにやっぱりドリブルが入った、うん、逆に俺はもうやっぱそういうゲーム継続が勉強できた、うん、いい相乗効果で、やっぱそこにはやっぱり女子のコーチだっていう男子の監督の上政治監督が、やっぱこう柔軟に対応してくれるとか、うん、それは男子、うん、今すげえ記憶に残るサッカーも、いやー、やっぱでもそういうサッカーをやっていくっていうところは結構時代と逆する感じなんですけど、でも俺はね、やっぱ原点だと思う、うん、ワールドカップなんかも、あのスペインワールドカップの時が、要はブラジルのトータル、黄金のカルテット、ね、そう、ジーゴ・ファルカーとか、うん、そう、だからそれで次、メキシコの時にマラドーナが、はい、で、だけど、やっぱ各国のその代表を見ると、本当個性ある選手がいっぱいいたわけよ、うん、で、やっぱりこう時代とともになんかこうシステム化してきたみたいな、硬いサッカーになってきて、アメリカはブラジル優勝したでしょ、バチョが外した、そうですそうです、で、イタリアじゃ、あ、うん、ドイツか、違う、フランスじゃん、あ、フランスか、フランスあるか、うん、フランスが優勝する、で、その後2002年で、その辺こう見ていくとさ、フランスとかそのアメリカの時ってなんかもう、まあ暑さもあったし、なんかそんなにこう、なんていうの、こうっていうよりなんかチーム、うん、だけど、そのフランスはジダンが出てきたり、やっぱりこう、フロアが出たり、やっぱこう、やっぱ子なんだよ、うん、やっぱ原点は子であって、で、やっぱりその子を持ってる、要はそのビッグクラブって、選手を買うわけじゃん。うんうん、そうですね。マッチするかどうか。うん、そうですね。で、結局自分っていう武器がないと、うん、そうです。買ってもらえないわけで、うん、あとはフィットするかどうかの問題だと思うし、チームが優勝しましたらそれでこっそり行くわけじゃないですか。そうそうそう。俺はそこなのよ。それは僕が小学校の時すでに言ってましたね。そう。うん、言ってもこう、そういう意味でいくとジュニアユースとかのトップレベル入ると勝っちゃうんですよ。ああ。みんなある程度できるから。はい、だからこう磨かなくて勝っちゃうから。もう結局育てない。そう、自分がこう。そういうことなの、うん。だから、やっぱり俺らが J と同じようなことしててもダメだし、うん。だから J は J で、やっぱりね、いい選手を本当に毎年ね、うん、もうこう、もちろん引っ張ってこれるから、うん、なんていうの、羨ましいなと思うしな。俺ら本当は何ていうの、うん、鼻垂れてるやつがさ。いや、鼻垂れてましたね。おお前、本当に、なんていうの、まあ、シムではちょっとエリートだったけど、他のさ、
あの奴らなんかもうなんていうの、わかんない、ね、もう鼻垂らしてるとかなんかわわわわ騒ぐ奴がいたりとか、そんな奴らをさなあ、フリーガーにするとか。いやいや、そうっすよね。みんなヒロさんに憧れてフリーガーになったりとか、まあ、そっからでもカブ入ってって面白いたいたし、うん、いた、すごいとこだなっていう。俺はだからなんだろう、うん、なんかそういう奴がでもできるみたいな、なんかね、わかんないんだよ。なんだろうね、この自信。こうじゃなきゃできないとかっていうのがまずないっすか。ないこれでもいいんだっていう。そう、おお前それでもいいよって、うん、でだんだんやっぱ付き合っていくうちにだんだんとこうやっぱ大人になってくるのよ。いや、そうっす。だから中学生の時にこんなやつがみたいなやつが帰ってくるとね、パッと坂見ると大人になってんのよ。ドリブルばっかしてるやつがだんだんと、あ、そう、ああこいつ大人になったなみたいなだけどここっていう時にキュッていくから、うん、ああ、と思ってな。やっぱり尖った方があって、そう、うん、だから今いいこと言ったの、俺わかるじゃん、尖ってもいいと思うね、うん、やっぱそのなんていうの、その尖ったものを自分で丸めたりとか尖らせればいいわけじゃなくて、その尖ったものを大人が圧力で曲げる、あの丸くするのはダメだ、うん、これはもう自分で尖れなくなる。いや俺もあのなんていうの、こうまあ一応ね、あの指導者だから一応こう見えてなんていう の、 あのプライドもあるし、だけどそんなところをさ、こういつもこうなんかしててもダメじゃん、うん、やっぱある時はやっぱり指導者としてやっぱ行かなきゃいけないし、だけどやっぱり柔軟に対応しようというのもあるし、その尖り方がやっぱ自分でちゃんとこう出せなかったな、これはダメだよ。だから若いうちに尖ってるものをもう一生懸命言うこと聞かせようって、イエスマンにしようとしたものは、だからイエスマンの方が楽だなっていうのもすごくわかるし、だからそれつまんなくねみたいな。やっぱこう、うん、小さい時になんかいろいろ、あ、これだっていいなとか、うん、だけど失敗したりしたら自分で考えると思うよ。そうですね。で、全然その時考えれなくても覚えなくても本当に大事な時にやったら本当もっと考えるわけじゃん。こう例えばさ、そう、こうするぞ、こうなるぞって言われてもはみたいな感じなとかあるじゃん。自分が本当にそうなった時って、あ、やべえってなるじゃん。で、そういうもんだと思う。だけど、大人とか親っていうのは、うん、やっぱりいろんな、やっぱりこう、経験してきてるから、子供たちを先回りしたがるんですよ。まあ、嫌な思いさせたくないけど。で、そこで、俺の指導の中で、例えば、まあ、自由にしますって言っても、生死に関わるのか。これは、もう、前もって、俺は言うから。やめとけ。でそうじゃない限りは、おう、しばしろみたいな。ちょっと究極すぎるんだけど。そこはまあしっかり。そう。死んでもらっちゃ困るって。そうです。先に行ってさ、好きなことやってましたみたいな。それはあかんぞ。それはいい。そう。だけどやっぱそうじゃないところは経験しようもどうだったって、うん、どうでしたとか、うん、そうだなって、うん。で、それ次、ちょっと、なんていうの、自分が思ったこと、今度考えてやってみて。うん、でそうするとやっぱり良くなってきた。いやまだまだ話は尽きないんですけども、こういった話またね、次回もちょっと要望があればどんどん聞いていきたいなと思って。え、また出れるの？出る気満々じゃないか。ちょっとネタ考えてる。ネタはなんか聞けばもういくらでも出てくるって感じなんで、こうやって、やっぱ教え子であるんだけど、プロでやってね。でましてや、こういう YouTube でこうできる。なんだか嬉しいよね。なんか不思議な感じなんだよ。あ、そうですね。うん。で、また、こう、まあ、親でもあるし、親になってとか、やっぱまだ今選手でやったりとか。あ、こういう話ができることを俺は最終的にこう楽しみにしてたのかな。だからそれがプロじゃなくても社会人になってもやっぱこう話ができるっていうことができる、すごくありがたい気がする。僕もその、ね、サッカーがうまいちょっとした親父に近づいてるのかな。最高またちょっといろいろ教えてほしいと思うんですけど、またあのお願いします。呼んでください今度はちょっとあの見る、今度は2本ぐらいで、あの次はドンとドドドンで、はい、あのこれを飲みながら、
ちょっと感想も言いながらっていうことで、はい、そしたらあの友人も喜ぶので、ぜひよろしくお願いします。はい、ということで、今日は一般社団法人装置くるみ藤沢の代表の平山アロさん、いろいろ聞きました。本当に今日はありがとうございます。ありがとうございます。